はいえー、今回は、えー、LG 杯の、えー、予選から、えー、イ・イーチャンホー九段対、えー、関幸太郎二段の英語を紹介したいと思います、はいえーとえー、黒番のイ・チャンホーさんは、ねまあ、韓国のスーパースターであの16歳で、ね、世界チャンピオンにもなったことがあるあの天才棋士ですね、はいまあ、対して関さんはまだ17歳であのこれからの,、はい、あの人ですよね。はい 2回戦でね、イーチャンホーさんと当たって、はいあのい,い,いい経験がねできたんじゃないかなと思います。はい、じゃそれでは見ていきたいと思います。はい,い、まあ、どちらも2年生で、はい、まあ、最近、なんかイーチャンホーさんはね、なんか打ち方が、打ち方を変えたといいますかね、結構、模様重視で打たれる。 こと、うん、が多くなったような気がしますね。はい、<laughs> そうですね、まあ、こういうような感じで、うん、当てにも桂、ま、馬、あ、ーーでしてね、うん、こんな席も、あの、何回、何曲か,何局か、うん、見たことありますね、イーチャンホーさんの碁ではい。 まあ最近ではねちょっとこ,こちらにねあの黒がちょっと偏ってるんでうんあんまり黒を好んで打つ人はあんまり少ないんじゃないかなとは思うんですけどねはい、うんまあ、こういうのもちょっと受けるのもねちょっと辛いんですよねこういう感じで、うん、ちょっとここだけで勝てるかどうかっていうと うん、難しいのでまあこうやりたいところではあるんですけど、うん、そうですねここを伸びうん切,り切ったらねどうなのか、うん、こうやって頑張るとこういうような感じでしょうかね例えばこんな感じでうん ここで生きられると甘いと判断したんでしょうかねまあこの格好も結構ね白なかなかなんでねこの石が相当弱くなりますよねうんこう黒は最後まで頑張りましたねここうん これで白も怖いと言ってるんですね、うん、取れないとということで、うん、まあなかなか取るまでにはいかないですよねでこう塗ってこれもやっぱりこうやってこうやるのはうん こここに打てきですねこうやってちょうど、うん、ちょうど生きてますね。ということで、まあ、取れないとはいこういうことで、うん、叩きに回ってうーんまあいい勝負かと思ったんですけどね、うん、叩きに回れれば、うん、ただこうなりましてねはい。 三ですね、うん、これで勝ちならねこれで一番分かりやすくていいんですけどねこれちょっと計算があれですね大変ですねうんひンをさんは3三がいいと思いましたかねはいここでやってこう切ったんですけどねこれまたこうがありますんで どうだったでしょうかね、実戦も聞いてくれなかったんですよね、うんまあ、ここでなんか、中央こうやって出ていくとか、うん、なんかすれば <laughs>、まあ、まあ一応まだまだだったんじゃないかなとは思うんですけど、うん、こっち連打されましたね。うんもうやっ 行ったからにはもうこうやって勝負かけるしかないですねはい。ただこうなので、うん、ここで手を打ちました、うん、そうですねこうやって持ち込んでくれたのでこれで十分という判断ですね 確かにこうやってもう一手隅取って、うん、勝てる感じしませんので、うんうん、ここもかけすげばあの絶対こう,はこうにはなるんですけど、あのー、無条件の勢を目指しましたね。うん はいここが筋で、うん、なかなか取れないと言ってるんですね、うん、ここはねいいいい稼ぎでしたよね、うん、ここはどうもうんこうやってうまくさばかれましたね、うん やっぱりもこうやって持ち込んでねこうやって大きく生きたのでこれは調整にな,なりましたねはいこれで黒の中押し勝ちとなりましたうんそうですね、まあ、切らずにやるやってまだ長期戦だった、えー、ようには思うんですけどねうんまあ残念でしたねはいまあでもこれもいい経験に あのこれからも頑張ってもらいたいです。はい。じゃあこの動画をこれで終わりにしたいと思います。はい。失礼いたします。